とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの武器を使いたいと思います。これ、太陽の愛ですね。アップデートで攻撃力が強化されました。で、これを釣り竿で使っていきます。こんな感じですね。でもね、太陽の愛は、3発目が強いのよ。1、2、3発目。でもこの3発目が、釣り竿だったら発動しないので、どうなのかとは思うんだけども、まあ、とりあえず、やっていきましょう。それでは行きましょう。プレイヤーダメージは 50% 増加して、重力パルス持ってます。で、モブが、帯電なんだよね。この帯電がね、後々ものすごく痛くなるのよ。それがちょっと心配だけども、まあまあ行きましょうか。とりあえず、連打を入れていきましょう。まあパワーポーションをうまく使っていければ、いけるとは思うんだよね。あ、いや、これね、ダメージ相当すごそう。ちょっと待て。待て待てい。しゃ。オッケー。とりあえず、帯電のやつはちょっと注意しよう。まあ、注意しようがないところもあるけどね。オッケーオッケー。いやー。まあまあ、あれね。一応、デスバーターついてるので、若干なりとも大丈夫なはず。え、どうなってんの？あー、なるほどね。こっちにいるわけか。はいはい、この上側だ。行ってみましょう。キャプテンがいる。よっしゃ。固まる。ちょっと待て待て。オッケー。とりあえず、減らそう。減らさんと。オッケー。こんぐらい減らせば、おい！オッケー。ちょっと待て、取らせて。よし。脅威増加。意外と釣り竿の普通の性能っていうのも悪くないよね。敵を引き寄せるやつ。あれもいいよね。OK。もういないかな？これ、ほんとにね、この帯電が怖いわ。あ、でも多分、いない。先進みます。あ、いたいた！キャプテン発見！ちょっと待って。えぐいな。えぐい場所だ。でも OK。いける。攻撃力高いよ。ものすげえ攻撃力高いんで。これ、意外と、釣り竿とマッチする。何？モブ速度が 40% ね。OK。中間地点過ぎました。いきまーす。あぶねえ。オッケーオッケー。意外とね、動きもスムーズで、いい感じではありますよ。すごいいい感じ。こっち側だな。オッケー。多分、キャプテンは、洞窟にいるんだろうな。ちょっと待って、トゲがいる。オッケー。いいよ。めちゃくちゃいい感じ。上が正解かな、下だな。下に多分キャプテンが、一体いるんじゃない？よっしゃ。やっぱ太陽の愛、あれだね、もともと、輝きがついてるので、それが意外と強い。この釣り竿連打のダメージで、かなり回復するのよね。攻撃速度が上がってるから、ものすごい速いんで、輝きがかなり発動して、いい感じ。じゃあ、OK。帯電が結構痛くなってきた。帯電ダメージがやばくなってきたよ。何？プレイヤー HP が 20%。まあ、それぐらいなら OK です。この先いるでしょ、多分。いる。どこ？危ねえ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 。
危ねえ、相当減る。 OK、 あーやばい、よし OK 倒しきった。なんだ、うわナイトモードきた、最悪だ。あと脅威が2つですね。あ、まだいる、この先にいるわ。ちょっと待って、ナイトモード勘弁してよ、ナイトモードはちょっと勘弁してほしい。よし OK、 とりあえずこれで、うん、奥にはいない。あと1つ脅威を取ればおしまいですね。洞窟の中に多分いると思う。洞窟入りました。どうだろうね、いてくれるかい。あと1体だからね。まあまあゴールはもう全然見えてんのよ。すぐゴールに入ってもいいんだけども、まあもちろん取っていきますよ、最後の1個を。できればデスバーターは発動しときたい。デスバー、あー、おるおるおる、いいよ。ちょっと待って、えらいこっちゃだなこれ。これすごいぞ、ここ。 OKOK、でも対連でもやっていく。キャプテンどこ、下かな、あ、奥の方だなこれ。ちょっと待って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 、もうさっと倒して戻ろう。 OK、 うわ、あぶねえ、死ぬほど減った。あぶねえ、しゃー、これ意外と重力パルスがいい感じだ。ちょっと待って、旗がなんか変になってる。ちょっと待って、え、ちょっと待って、旗旗旗、あ、取れた取れた取れた、よかった、旗取れました。 OK、 ではあとはクリアするだけ。デスバーターが発動してないのがちょっと怖い。いけるね、いけるよ。これナイトモードで出てくるやつも配電を持ってるっていうのが本当に嫌。 OK、 でももうねゴールはね目の前なのよ、もうほんと目の前。やべ、 OK、 よし、やばい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 、よし、でここでおしまいですね。はい、いけました。脅威さんのナイトモードの、モブ速度が上がって自分の HP が下がるっていうやつですね。うん、まあまあちょっとマイルドな感じでした。クリアでーす。それでは報酬見てみましょう。あ、報酬がね、アーティファクトです。なんだ、254はいらないな。ああ、確か255ぐらいを持ってたと思う。アイアンハンドは、200、あ、54、一緒だ、一緒。一緒のやつならばいりません。はい。ということで、今日はこれ、太陽の愛、使ってみました。メイスがね、強化されてるんだけども、うん。これ、釣り竿と使うと、いい感じ、です。3発目のね、ダメージがめちゃくちゃでかいんだけども、まあ、3発目当てないにしても、もう全然ダメージ入りますので、いい感じですね。あの、キノコと使わなくていいっていうのがいいよね。うん、キノコを使わずに釣り竿だけで、ダメージ与えれるので、残りをドラや、このカバンにしていけるっていうのが、これの魅力ではないでしょうか。でもなんかね、今日、えらい、画面の下にね、アイテムとか落ちていくんだよね。なんだろうな。まあ、そういう日なんでしょう。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。